コマンダーはダイムラークライスラーがジープブランドで製造、販売していた自動車である。2005年のニューヨーク国際オートショーで発表され、2006年に発売開始。3列シート7人乗りのモデルはジープブランド初となる。ジープブランド内では最上級のフラグシップモデルという位置づけ。日本では2006年5月13日より販売開始。 エンジンは V8-5AT の4.7リットルサイチェシート5.7リットルヘミの2種類。またグレードは本革シートなどを装備した豪華仕様のリミテッドのみが発売された。プラットフォームは3代目ジープグランドチェロキーと同一であり、基本性能に大きな差はない。ただしボディは全長で27ミリメートル、全幅で20ミリメートル、 全高で7 6ト、mm、ルほどコマンダーの方が大きく見た目の印象も全く違う。2009年に日本国内正規リーラーにおける日本使用車の販売が終了、続いてアメリカでも生産及び販売終了となった。国内での車両価格が当初700万円以上と高額であり輸入台数も少なかったため現在も中古車市場では 品が薄く希少者となっている。一目でジープとわかるボクシーなデザインはジープワゴニアに着想を得ており、そのルーツは1949年に発売されたウィリスステーションワゴンにあるとされている。また本デザインには3代目グランドチェロキー用の初期デッサンとして企画に上がったものが最終的にコマンダーのデザインとして採用されたというエピソードがある。 グランドチェロキーのデザインが初代のボクシーな雰囲気から徐々に欧州車風に洗練される一方、源流回帰とも言えるコマンダーのデザインは市場に投入された時からジープファンに温かく迎えられた。また、この角型のデザインの成果外観は実質によりかなり大きく見えるが、ドライビングシートから見ると逆に車両感覚がつかみやすく、 細い道や障害物の多いアクロでも運転がしやすいという特徴がある。インテリアはメカニカルな円形メーター類をダッシュボードに配置、さらにアレンヘッドボルトの飾りなどを多用し G プラシさの漂うデザインとなっている。本国では V 型6気筒3.7リットルパワーテックエンジンが標準仕様。オプションとして V 型8気筒4.7リットルパワーテックエンジンと V 型8気筒5.7リットルヘミエンジンを用意。日本仕様には4.7リットルサイチェシーと5.7リットルヘミの V8 エンジン2種類が用意された。日本仕様の4.7リットルサイチェシーは最高出力170キロワット最大トルク 410Nm。またシリーズハイエンドの5.7リットルヘミは最高出力240キロワット最大トルク。 500nm のハイパワーユニット。このため車重が2トンを超す大型 4WD で、あるにもかかわらず0時速 100km 約7秒という、加速性能を持つ。また5.7リットルヘミは、可変シリンダーシステムにより、巡航時などの低負荷領域で、V 型8気筒のうち4気筒を自動的に吸収させて、燃費を高める機能があり、約20%燃費が向上している。 ちなみに、ヨーロッパ市場や、チリ、南アフリカ、韓国向けの輸出使用者には、大村製の V 型6気筒3リットルブルー、テックコモンレールディーゼルターボエンジンが搭載されている。トランスミッションは 4WD の代名詞であるジープの、機能をフルに搭載している。シフト機能は、フルタイム 4WD、5速オートマチックプラス5、速マニュアルの可変システム。 オートマチックからマニュアルシフトへの切り替えはオートマディレンジで走行中にシフトレバーを軽く左右に動かすとマニュアルシフトに自動的に切り替わる仕組み 4WD システムに採用されているクオドラドライブ2は電子制御式リミテッドスリップデフをセンターフロントリアの3カ所に装備しいずれかの車輪が45度空転した段階で瞬時に反応し 4輪にトルクを自動配分する。つまり1万1、3輪がスリープする状況にはまり込んでも自動的に100%のトルクをグリップしている1輪だけに伝達し、1輪のトラクションでの脱出を可能にする。これらはすべて自動的に行われ、ドライバーは特別な操作をする必要がない。またローレンジ四 w d モードへの切り替えは電子制御方式でセンターコンソールにある。 t 字型のスイッチで行う。ローレンジ 4wd モードは極端なアクロとか砂地、新設などの緊急脱出用モードでオフロード、クロスカントリー 4wd としての必須機能である。オフロード走破性のベースであるシャーシはモノコックに強靭なラダーフレームを埋め込むというジープ独特のボディ構造となっている。サスペンションはフロントが独立喧嘩式。 リアは5リンク式。またステアリングシステムには、ラックピニオンが採用され、オンロードでのハンドリングと乗り心地の向上が、図られている。ちなみに、このサイズの SUV にもかかわらず、最小回転半径が5.6メートルと小さく、非常に小回りがきく。ジープ発の3列シート、7人乗 SUV で、シートは1列目、2列目、3列目になるほど、高くなる。 スタジアムシートが採用された。二列目以降は天井も高くなるが外観では天井が高くなっていることがわからないようにデザインされている。またドライビングシート上部にパワーガラスサンルーフが二列目シート上部には後部座席の閉塞感をなくすためコマンドビューツインガラスルーフと呼ばれるサンルーフが装備されている。二列目シートはリクライニングが可能。 中央のシートにドリンクホルダー付きの肘掛けが収納されており広い空間が確保されている。また、2列目、3列目とも座席は可等式でフリフラットにすることが可能。3列目にもエアコンのコントローラー、ドリンクホルダーなどが装備されている。コマンダーは英語で司令官を意味する。コマンダーの名称については以前スチュードベーカーとスキャンメルによって 同名の自動車が生産されており、ノートンによる同名のバイクも存在するため、ジープコマンダーはこの名前が付く4種類目の車両となる。ありがとうございます。